をつけましょう、ぼんぼりに。お花をあげましょう、桃の花。ねえ、かぼちゃん、今日はおひな祭りでしょ。だから私、ひな飾り飾ってみたの。どう？あー、すごい素敵。あれ？でも何かさ、このお代理様とおひな様、何か違くない？みんなわかるかな？どこが違うの？じゃあちょっと正解を見てみてもいいですか？じゃじゃーん。じゃあ、ね、お代理様、頭にかぶっているのは帽子でしたか？シルクハット。ね、今かぶっているのは、ね、お代理様がかぶっているのは絵帽子って言います。それから手に持っているのはしゃもじじゃなくって、ね、これはそう、尺って言います。それからおひな様、食いしん坊だからおにぎりを持っているわけではなくって、ね、おうぎっていうものをね、持っています。そうなんだね。じゃあさ、そのお代理様とおひな様のこの下にいる人たちは、なんか手にさ、やかんとお茶碗と、あとさ、お料理作るときに使うお玉持ってるんじゃないかな。どう？そうかな。違うね。違うの？この3人はね、三人誕生っていうお名前がありますね。まずこの人が持っているのは、ね、やかんじゃなくって、ね、これは調子って言います。調子、ね、それから真ん中のこの人が持っているのは、ね、三宝っていうお名前があります。それから一番端っこにいるこの人はね、お玉を持っているわけではなくって、これはね、長江の調子って言います。これは全部お酒をね、入れたりするのに使うんだって。そうなんだ、初めて知った。じゃあさ、みんなはこの三人患者の下にいる人たちは知ってるかな。なんかさ、すごい、なんかこの三人はさ、あれ、年長さんが鼓笛隊で使った太鼓を持ってるのかな。そしてなんかそのお隣は、あら、なんかお箸じゃない？やっぱり食いしん坊なんじゃないかな。そしてあれ、最後この人、うちは持ってるよ、熱いのかな。どう？違うね。さあ、みんな正解ですね。この人たちは五人囃子っていうね、お名前があります。まずこの3人が持っているのはね、年長さんが使っていた鼓笛隊でね、使った太鼓にもちょっと似てるんだけど違いますね。この人が持っているのはね、太鼓。そしてこの人が持っているのは大包っていう太鼓、それから真ん中のこの人が持っているのは小包っていう太鼓です、それからこの人が持っているのはお箸じゃなくって、ね、これは笛です。笛。笛を持ってます。笛だったんだ。それから、ね、それから、この一番端の人は、暑いからうちわを持っているわけではなくって、ね、この人はお歌をね、歌う人なんだって。ね、この五人囃子で、
お内裏様とお雛様の結婚式をね、お祝いしているんだって。そうだったんだね。じゃあさ、一番下にいるこのおじいさんとこの男の人は誰？みんなわかるかな？一番下にいる人。すごいね。正解がすごく聞こえました。すごい。まず、この左側にいるおじいさんは、サライジンっていうお名前です。それから、こっち側にいるお兄さんは、ウライジンっていうお名前があります。このさ、おじいさん、ウライジンとサライジン、なんか、背中に弓があるの見えますか？ね。なんでね、弓を持っているかっていうと、この二人は、さ、お雛様をね、守ってくれてるんだって。すごいね。へぇ、そういう役割があるんだね。とってもかっこいいね。あのね、私ね、お雛様と一緒に、これこれ、みかんの木と、桜の木も飾ってみたの。どう？素敵でしょ？きれい。ほんまね、正解が聞こえてきた。ねえ、そうです、みんな正解です。こっちは、桜の木じゃなくって、ね、桃の花、ね、桃の花です。そして、こっちはちょっとオレンジのがみかんにも見えるんだけど、これは橘っていうね、お名前があります。へえ、そうだったんだ。知らなかった。見て見て。ひな祭りにさ、食べるお料理って言ってたよね。ほら、ゼリー。おいしそう。なんだかさ、そうだね。ちょっとゼリーみたくも見えるんだけど、ね、これは、そうです。ひしもちっていうお名前です。ひしもち。で、下から緑。そして真ん中が白。ね。一番上が桃の、ね、色です。桃色。ね。一番下の緑は、ね、葉っぱの色。そう、葉っぱの色。そして真ん中の白は雪。そう、雪の色。すごいね。そして一番上の桃の色は、悪いものをね、追い払ってくれたり、それから桃のね、花の色なんだって。そして、このね、ひしもち、ね、この3つの色が重なると、春がね、これから来るよっていうのと、それからみんながね、すくすくと成長できるようにっていうね、思いが込められているんだって。へぇ、そうだったんだね。なんか、みんなもよくわかってるような感じだったね。すごいびっくりしちゃった。ね、じゃあ、完成した。おひなさま、これを見てみんなで一緒にひな祭りをお祝いしましょう。じゃあみんなお歌歌えるかな？じゃあ立ってください。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。